こんにちは、モテソクです。今日もですね、荒木健太郎さんの新刊6月23日に発売されますけど、雲の中では何が起こっているのか、雲を掴もうとしている話、それがどうやってできたかというエピソードを少し紹介したいなと思います。で、昨日はですね、まあ、ちょっとした彼の落書きのようなイラストから中身がどんどん出来上がっていったというエピソードですね、話してたんですけど、実は彼がその落書きをしたですね、一番最初のきっかけ、もうちょっと手前にあったエピソードがあって、それを紹介したいなと思います。で、実はですね、僕が彼が新刊を依頼されるちょっとあたりで、ちょうどですね、NHK の学ぼう防災っていう番組でですね、まあ、台風について、教育番組でちょっと出演するっていう機会があって、まあ、そこで内容を考えてるときに、まあ、ちょっとキャラクターを使おうと思って、台風と温帯低気圧についてですね、まあ、ちょっとキャラクター化したらどんな風になるかなっていう落書きしてたんですね。そしたらですね、まあ、彼もそれを手伝ってくれて、で、感じの風やってやつとかですね、音程ちゃんとかですね、熱帝くんとかですね、こんなキャラクターのデッサンを描いてたんですけど、まあ、彼もですね、音程ちゃんに関しては結構いろいろアイデアをたくさん出してくれて、で、その時から彼は結構そのキャラクターをただ単純に描くっていうだけじゃなくて、それにセリフをどうやってつけて、まあ、その性格をうまく表すみたいなと、センスがすごくあって、で、結局、まあ、彼のアイデアはそのまま NHK ではですね、結局僕のアイデアだったんですけど、まあ、これもともと僕の原画がキャラクター化されてるんですけど、まあ、彼は彼でかなりオリジナリティがあるっていうのはその時に思えばあったなと。で、それ結局その彼の描いた音程ちゃんはですね、結果的に今回の新刊にもですね、かなり形を変えて、登場することになってるんですけど、それが、本当に本を書く前でしたね。前にそんなことが実はちょっとあったなと。で、そうですね、だから、で、まあ、僕が NHK の結果的にですね、まあ、彼の新刊にもつながり、で、彼はその新刊の内容を作っていく間にですね、NHK 学ぼう防災の次の、回で、9月頃ですかね、出演もの依頼もあったみたいで、一つのイラストがですね、すごくどんどん伝わっていくようなことが思えば、たわいもないいたずら書きだったんですけど、まあ、NHK の出演、彼の新刊で、彼の新刊から次の彼の NHK の出演という感じですね。そういうことが、まあ、これそのものではないんですけどね、ちょっとキャラクター化してみようっていう些細なアイデアからあったっていうことが、彼の新刊のエピソードとして面白いなと、まあ、そんなことを思い出したりですね、